始まりました。のんびり二人旅、略してのんとりー。イエーイ。最近ダイエット器具を使っていなかったようちゃんです。毎日使っているところを見たことがありません。だいちゃんです。あのお腹のさ揺れるやつ買ったんだよね。最近つけてへんやん。またいや今つけてるよ、ほら。思い出したかね。ということで、この動画ではのんびり2人で美味しいものを食べたり、ご視聴いただいたり、綺麗な景色を見たり、道の駅のスタンプ集めたり、動物と触れ合ったりする動画になります。今日行くところはでいいですか、はい、今日行くところはラベンダーパークタカに行きたいと思います。はい。でなんで行こうと思ったんだっけ。俺に言われてもよっちゃんが行きたい行きたい言うからや。まあね、いやー今年はお花が見れてなくてさ、うん、そうで全然何にも、アジサイとかもさ、なんだっけ、芝桜も行きたいって結局言ってたけど行けなかったからさ、ネオフィラも行けてないしな。そうじゃあちょうどラベンダーの時期だし行こうかってなったんだよね、うん、でルートはこんな感じです。一応このルートで合ってるよね。下からルートと上からルートがあって、下ルートやで、上は神岡通ってるやろ。それちゃうで。あ違うか、そっちやで。今矢印入ってる方からやで。こっちの方から、うん、じゃあこっちの方から今きっと大ちゃんが一生懸命動いてくれてると思う、うん、じゃあこっちのルートから行ってたみたいです。でじゃないや、そう道中が結構長いのよね。そうこの日はねちょっと出遅れちゃったんだよね。うんうん、先にちょっと用事を済ませてから行こうかってなってて、そうそう、うんうんうん、出たのが11時ぐらいか。うんそれぐらいだったね、うんうん、でああそうなんでねこの時にしたかっていうとね、もうこの後からね雨がずっと連チャンで、うん、今降ってるしな、うんうん、で行けるのがもうこの日しかなかったんだよね、うん、天気がいいのこの日ぐらいしかなかったから。うんうん、あれ言う、高速降りた時の大変だったやつ。ああ高速降りるやつな、それナビがな、高速なんだっけ、パーキングの方に入れって言われたからパーキングの方に入ったやんな。どこだっけ、これなんて読むんだっけ、氷の上で、ひかみか、ひかみだっけ、うん、ここから出る人がいるときはねちょっと気をつけた方がいいかもね。2種類ぐらい出口あったの。多分そのまま出口行きゃよかったんやけど間違えてパーキングの方に入っちゃったやんな。それであかんかったよ。うんうんうん、うんうん、でそうこう来て、あれパーキング来ちゃったって、うん、ホロロってしてるんだよね。でこっちから出れるのかって思ったらこっち本線だからさ、そうあ違う違う違うってなってさ、このまま本線行くとこやったら危なかった。うんうん、すごいややこしいなこれな。ちょうどここ誰もいなかったからね、よかったけどちょっとゆっくりできたけど、うん、そうじゃなかったら絶対やばかったね、大変やった。うん、そんで慌てて出口の方に行って、うん、みたいな、うんうんうん、だからあれだろうな、ひかみはパーキングと出口が一緒になってるパターンやったろうな、うんうんうん、でひかみの出口があるわけじゃなくて、うん、みたいな。そうだったね、うん、でまあちゃんとタガって書いてあったしな。そうだね。でこの出た時からもなんか2つに分岐したんだっけ、確かタカ方面と、あもう一個の方と、ね、なんか方面があったと思うんだよね。なんだっけ、多賀方面と明石とか大阪の方に行く方ね、うん、また戻ってまう方やな。うん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 、左かーっつって、うん、で左側に行ってね、多賀って書いてあるしっつって、うんうん、でそこからねどんどんねなんか山の方に行ってね、うん、これもねちょっと怖かった。道は一応広かったっけ。まあまあまあ整備はされてた道やったかな。うんうん、どんどん山の中入って、うん、山の中入ってって感じ。なんか緑がすごい綺麗だなって言いながら、うん、って感じだったかな。でなんか途中に神社もあるみたいだったね。あなんかあったな、うん、そこはね今回行ってないんだけどね、行ける人はね行ったらいいかなっていう感じの趣のある神社があった感じだったね。うん、行きも帰りもようさん車止まってたしな、うんうん、まあ駐車場あったし、うんうん、って感じかな。で長いトンネル抜けてから到着やったな確か。そうだね、結構なんか抜けてすぐ急にポンとなんかあったような気がする。出た出た出た。でも駐車場がね、第二駐車場と第一駐車場があったね、うん、3まであらへんかった。あそうだったっけ、うん、で左側にあって到着、うん、到着で何だっけ、あ入場料があんねんな。そうそうそう、ここはね入場料が変動型、うん、っていう感じだったよね。
そのラベンダーの時期になるとちょっと高くなるけど普段は無料ですみたいな。うんうん、そうそう、一応時期になったら500円だっけ。うん、うん、まあでも今回はなまだ時期でもなかったかな、そこまで。うん、ちょっと手前だったんだよね。うん、最後のラベンダーの手前で、うちらは300円だったね。そう、300円。うん、で、6月入る前ぐらいが無料なのかな、なんかそこら辺があったりとかして、うん、まあでも無料の時来てもね、多分何もないと思う。草だから、うん、来るなら時期に来た方がいいよなって感じだったよね。そうやな、うん、もうこの車のところでね入場料を払わなきゃいけないから、うんうん、そこは注意が必要だって感じだよね。そうやな、うん、で、お金を払って駐車場の方に行きました。はい、うん、で降りたら、あ、そうそうそう、もうねあれなのよね、お昼だったからさ、うん、2時ぐらいだっけ確か、もう着いたのが1時半とかなんかそんな感じ、うんうんうん、だから先にもうご飯屋さんが閉まっちゃいそうだから食べようかって言ってて、うんうん、この見えてるご飯屋さんのところはなんか卵かけご飯のところで、でもこっちじゃなくてこの総合案内所、うん、案内所のところの喫茶店で食べようって今急いで向かってるところになるんだよね。ラストオーダーは2時半やったかな。一応ラストオーダー4時とはなったのか。ただランチが3時、そうそう3時までで、きっとこれ2時半までだからっていうので急いで行ったんだよね。そう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 、軽食をまだやってるからな。うんうん、で慌てて奥のところまで行ってね、喫茶ラベンダー、うん、これはシーズンの間はずっとやってるっていう感じじゃなかったかな、うんうん、と思ってるけど、もし水曜日に行って間違ってたらまあ一応なクローズ水曜日定休日になってるからな、うんうん、まあ、水曜日は避けて行った方がいいのかもしれないね、うん、まあその方がどうなんやろな、うん、そう、ここ美味しそうなものがいっぱいあったのよね、うん、ちょっとこっからは写真になっちゃうんだけどね、うん、中の様子は。なんだっけ、ゆうちはなんか青いなんとか青い風青い風もうちょっと気になるって言ってたんだよね、うんうん、そうそう、なんかいろいろハーブが混ざってんじゃなかったかな、うんうんうん、けどあんとちょうど行った時にはなかったし、ゆっちゃんは、うんうん、こっちのクリームソーダをね、うんうん、最初から飲みたい言ってたから、じゃあそれにしようかって言ってて、あ、でちょっと先にちょっと注意点だけ言っていい、うん、ここはね、事前生産して番号札、うん、をもらえるから、それで店員さんが運んできてくれるっていう感じだったよね。そうやな、うん、だからそこも気をつけなきゃいけないかなって感じだったかな、うん、であと食べ終わりは自分で返却口まで返しとかなかったね。ああ、そうだったね、うん、そうだったね、うん、うちらが食べたのは、大ちゃんこのメニューわかる？とんかつ定食。とんかつ定食、うん、これ美味しかった？美味しかったよ、美味しかった、うん、お肉柔らかかったし、うんうん、揚げたてやったし、うんうんうん、全然油っぽくなかったし、あ、そうなんだ、カラッと揚がってて美味しかった、普通にめっちゃ美味しかった、うんうん、そうだからこそな、だからこそな、やっぱカフェオレこんかったんがやっぱちょっと名前なさやないや、まあ頼んだのに、まあちょうどね人がいっぱい来た時期でね、うん、時期じゃない時間でね、他の人がカフェオレいっぱい渡してて俺だからこんかったからなうちらが頼みすぎちゃってそれでそんなことないって忘れられたっていうのも、他の人ってみんないっぱい頼んでたっていや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 よっちゃんの方はねシフォンパフェのベリーと、あとラベンダークリームソーダかな、うん、ラベンダークリームソーダを飲みました。まあその下はラベンダーアイスカフェオレもちょっと気になっとったんやけどな、うん、まあそのアイスのカフェオレって時に、え、ラベンダーのアイスカフェオレありますけどどうですかみたいなこと言ってて、でもなんか合うんかなと思ってそうカフェオレにしたけどカフェオレこんかったっていう、いや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 、もう言わないでそれはもう言わないで一生こすぎたらしまってたやめて、いやでもちゃんと後からね、あの帰る時にね来なかったんです返金してください言って、うん、それはするやろ、返金してもらったからね、いやいいじゃないかちゃんとそしてもらったんだからいいじゃないか次はちょっとな、あのあれも食べてみたかいいよな、何やったかな、どれだろう、カツサンド、鶏サンド、あーいいね、この百日鶏のチキンカツホットサンドってあるからさ、うんうんうん、うん、まあ、テイクアウトやけど、うん、ちょっと気になるね、うん、うん、テイクアウトしてちょっと椅子で食べるのもありかなみたいな、うん、なんか誰や、なんか
他の客さんでなんかカフェオレ容器に移してくださいみたいなやってる人おったけどな。そうなんだ、うん、テイクアウトだから。あ、違う、テイクアウトやったんかな、分かれへん。でもなんかもう飲みきれへんからなんか容器に移してくださいみたいな。あ、そうなんだ、うん、セブンのあのコーヒーカップみたいな感じのやつに入れて2人なんか持って行ってる人いたわ。うん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 、そう、よっちゃんもね、本当だったらランチ食べたかったんだけどね、朝がねちょっと遅かったからね、うん、あ、これ入らないわって言ってシフォンパフェを食べたんだけど、それもそれで美味しかった、うん、ここはシフォンケーキも売りなのかな。あ、そうやと思う。あのレジの横になシフォンケーキ置いてあった。あ、そうだった、うん、置いてあった。あ、買えばよかったな。いっぱいなんか並べて置いてあったで。そうなんだ、うん、気づかなかった。あ、マジで、すぐ横置いてあったのに。あれだった、あっちのあのハムのさ、うん、粉じゃないやそういう元のやつが置いてあるのは袋で見てたけどさ、うんうんうん、そうなんだ、すごい柔らかくて美味しくて、いちごのアイスが乗ってたのかな確か、となんかいちごのソースと、うん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 、それがね美味しくてね。なんかこのパフェなんかめっちゃボケてない？きっとボケボケじゃないなんか、うん、ちょっとボケボケしてるけど綺麗に見えんねんけど。で、あのドライフルーツもちょっと入っててね、うん、美味しかったな。まあこれもなんか作ったのを冷凍してるというよりもなんかその場で作った感はあったけどな、うん、うん、そのね、全部一緒に持ってきてくださいってお願いしてね。そう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 。で、その時に先にとんかつが来ててね、そうそうそう、あれまだできないの、こっちの方が早いんじゃないのって思ったけど、シフォンケーキ切るとこからやったらまあまあ時間かかるわなそれは確かに、うん、いやー、せかしたみたいで申し訳なかったなって、ちょっとあれないんですかって聞いちゃってね。そう、いやいや、一回とんかつ来てからがめっちゃ長かったからさ、うん、いや、ほんと店員さんには申し訳ないことをしてしまったけど、うん、量はちょっと小さめになるのかな、でも、うん、食べやすい感じの量でちょうどよかったよね、うん、で、あとこのクリームソーダで合ってるかな、うん、が美味しかった、美味しかったってか、うん、特徴ある味がした気がするまあ、なんかこれがラベンダーかみたいな、うんうん、ラベンダーエキス入ってんだっけ確か。そうじゃなかったらラベンダーじゃないやろじゃあなんやねんこれってなるやん。いや、まあ、ただのクリームソーダになるやん。そうだけどさ、着色クリームソーダになるやんさあ、なんかね、アイス以外にもね、ホイップクリームが入ってたのかな。あ、なんか真ん中になんかそんな感じのあるな。うん、で、それでね、混ぜたらね、こんな感じの色になって、なんかお前ラベンダーっぽい色、うんうん、薄紫みたいな、うん、これもこれでね、混ぜて飲んだら美味しかったよ、うんうん、大ちゃんもちょっとね、一口だけ炭酸苦手だけど飲んでもらったんだよね、うん、どうだった？よくわからん味がしたラベンダー自体を食べたことないから、これがラベンダーなんかみたいな、うんうんうん、いやでも単体でね、その飲み物だけだったらね、やっぱちょっと味が薄いかなって思うから、こうやって甘さが足してあったのは良かったなって思ったな。あ、なるほどね、はははうん、って感じかな。バラとどっちが風味感じた？どっかでなんかバラソーダ飲んだよね。バラソーダ、うん、いや、風味はやっぱり風味っていうか匂いがバラの方が強いからさ。あ、そういうこと。それはバラは感じたけど、でもこれもこれで、あ、ラベンダーの匂いってなったよ。うん、味はなんかちょっと変なこと言ってたよね、うん、お肉焼いた味がするやつ、なんか意味不明なこと言ってたから余計にの時にそうなんかみたいな不思議っていう感じだったよね。よっちゃんの言ってることは1ミリも分からなかったけどなんで臭いのに肉焼いた匂いとか味とか言いだ意味分からへん、何言うてんねんのかと思ってミートソースのちょっとなんて言うんだろう、こんがりした味がしたよ。もう意味が分かれへん、もうそれ言ってることがぜひぜひ試しに飲んでみてください。あとね、その大人気でね、アイスはうちらは食べれなかったんだよね。ラベンダーソフトな、うん、なかったねな、入荷されてなかったから、うんうん、ぜひ気になるので行った人とかは食べてみたらいいと思う、うん、本当ね、ラベンダーソフトが一番まあ注目してたんやけどな、うん、食べられんかった今回。21日からってなってたね、うん、今回、うん、だからほんと入ったらすぐ売り切れちゃうタイプなんだと思うから、まあそりゃそうやろ、一番の目玉やろしな。うん、またね、ほんとね、もう一回リベンジはしたいなって思ってる、まあ、また来年やな、うん、アイスを食べに行きたいと思います。で、そこからね、すぐ出れたんだよね。
うん、真ん中のとこから。でこれはなんだこれは本当謎だったね。何だったんだろう。いやもうラベンダーっていうものをそんなこうなんていうのかな、注目して見たことがないからさ、うんうんうん、ラベンダーってどんなもんなんみたいな、うん、一応ねこういう感じでね教えてくれてたんでね、これがイングリッシュですよって上にもあるけどさ、フレンチですよ、うん、みたいなでもなんか隣に生えててもなんか全部一緒に見えるからさそうだったね、うん、これがなんなんやみたいな。一応これイングリッシュラベンダーかって言いながら、うん、でも違う、ジャイアントキャットミントっていうね名もあるから分かんない。そう分かれへんねん、分かんなかったね。これはなんだって言いながらひたすらこれはなんだって言ったもんな。うんうんうん、そう、これも分からない花だったね、うん、でも綺麗に咲いてたね、うんうん、なんかもう紫は全部ラベンダーやろみたいなそんな勢いで来てるから絶対好きな人からしたら怒られるような、ここら辺がの手前がねイングリッシュラベンダーとね、あともう枯れちゃってるけどフレンチのやつだったね、うんうんうん、これ綺麗かったな、一番前のやつ、うん、あとはなんか11月にツツジとか見れるみたいな。あ、そうなんだ、まあ、だいぶ上の方やけど、うんうんうん、いやこれきっとイングリッシュラベンダーだわ、さっきの綺麗言ってたやつ。これ、うん、これ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 ほんまに違う。エストカスラベンダーとかまでな、6月上旬。じゃあの枯れてたのがエストカスラベンダーってことか。ストあ、違う、ストエカスラベンダーか分からない、うん、もうよっちゃんはね、カッコフレンチって書いてあるからフレンチラベンダーで言うけどね、今度さあ、ちょうど時期をそこはね、外しちゃってね、うん、うん、ただ今回見たかったのはイングリッシュラベンダーを主に見たいって言ってて、よっちゃんの中ではね、うん、うん、だからちょうど良かったなと思うんだけど、あ、摘み取り体験もここやってるみたいなんだけど、6月27からってなってた。あ、ほらまだやんか、そうそう、だからちょっとうちらはほんと早い時期に来てたんだよね。ちょうど今日かな昨日かな、うん、のサイトで追加情報になってたから、まああんだけしか咲いてなかったら摘み取りしたらなかったのかなまあね、うん、というかちょうど見頃だったから、あのイングリッシュラベンダーの方が、うん、そっからどんどん奥に行くんだよね。とりあえず上がっていって、ね、ラバンディ見ようかってなってた時か。そうそうそう、全体の 65% だっけラバンディが。あ、そうな、うん、でもラバンディはでもあれやろ、まだこれから咲くんやろ。これからこれから、だから、まあ、上の方ラバンディやな、全部、うん、だから時期がまだ早いっていうのもあるし、まだ安いっていうのもあるし、うん、うん、まああの辺一体全然咲いてなかったかな、4番とか7番とか8番とかは、うん、来年とかでね来たいっていうんだったらね、このラバンディの時期に行くのが一番綺麗ちゃうかな。一面多分ラベンダーになると思う、うん、写真とかもね、うん、でここ良かったのが途中途中なんかデッキがあるんだよね。あ、デッキあったな、うん、うん、あれイングリッシュラベンダーどこ行った知らんわあれ、まあいいや、先にデッキじゃあちょっと見せようか。この白いのがアナベルってやつだったみたいだね。これも綺麗だったよね、うん、最初あのアジサイだったけどな、うん、勝手にアジサイだと思ってるけどうちらはちゃこうやって途中途中今どこですよってやってくれてんのありがたいよね、うん、うちら途中で迷子になってるからねじゃあこの後ろは全部ラバンディなんか。そうだね、ラバンディだね。この後ろ2列がラバンディで、これなんだ、わからないこれ何、これちょっとわからないです。でこれがイングリッシュラベンダー、右はと右がちょっと待ってよ、右がジャイアントキャットミント、これミントな、うん、これがあのジャイアントキャットミント通りってなってたじゃん途中。あ、そうだっけ、うん、そうそうそう、ところどころ通路のところに生えてるんだよね。なんか色が違うだけでなんか形似てるから全然わかれへんわまあね、ちょうどうちらが行った時にはイングリッシュラベンダーの見頃をちょっとだけ過ぎた時期だったね。そうかな、まだなんか咲いてないの多かったけどな、かな、なんか一応1週間後って感じだったよ。うん、雨でねちょうどね見頃の時期が外れちゃったみたいで、うん、でもこれ綺麗だったよね、うん、うん、
まあ、イングリッシュラベンダーがもうこの1体しかないっていうのがねちょっと残念ではあったんだけど、でも、うん、どうしてもねこの GoPro だからね暗くなっちゃってるけど、写真とかだったら結構綺麗に、肉眼でも綺麗に撮れてたんだよね、うんうん、この日がちょっと曇っちゃってるせいかもしれないんだけど、もっとそうそうこんな感じで鮮やかだったよね、うん、実際は、まあ、綺麗な紫してたけどな、うんうんうん、そうこれこれ、うん、これがイングリッシュラベンダーだと思ってるものです。そこでちゃうかったらめっちゃ恥ずかしいでな。違ったらどうしよう。実はジャイアントキャットミントでしたみたいなって感じだったかな、うん、いやあんだけ冒頭でお花見たいとか言うて全然分かってないから。そうだね、いやよかったよね、うん、うん、匂いもね結構ねここら辺は強かったよね、うん、ラベンダーの匂いする、うん、全然違う、うんうん、でこっからは申し訳ないんだけど緑になるから、そう何もないから。はい、はい、これ何やったのかな、これがあれフレンチラベンダー、ああもう枯れちゃってきてるやつか、うん、そうそう何だっけ、なんかこうピョコンってなんかミーみたいなってな、そうそうそう可愛いやつなんだけどね、うん、本当はねこれもね可愛くていいやつなんだけど、もうだいぶ衰退してきてる、もう6月上旬が見頃だったから、うん、うん、だいぶ持った方やろ、うん、って感じだったね、うんうん、これもこれでね結構なんだろう割合は多いからね、うん、これ見たい人はまた違う時期に来たらいいと思う、早い時期に来たらいいと思うし、うん、ここら辺一帯がそうだもんね確かね、うん、こっちはこっちはこっちはねきっとあれだな、ラバンディ、ラバンディかな、これはこれはこれはね本当わからない、このピンクいお花なんだろうって見てる、どっかから飛んできたやつだな種がかな。まあもうちょっとしたらね時期的にねここら辺が紫になってるはずだからね、 うん、うちらの時も色づき始めっていう感じで書かれてたから、まあまあちょいちょいなんか色づき始めてんのあるなみたいなのあったけど、うんうんうん、いやこれなんか村長のなんか畑みたいな感じだオーナーの畑、あオーナーか、村長ちゃうわ、村長はエスパイヤだ。でもオーナーの畑なんもなかったもんな。そうだね、休ませるためにそう言ってんのかなとか思いながらね、そうもうちょっと本当肉眼ではね紫に見えてたんだよ、うん、見えてたんだけどなんかカメラ越しだと緑っぽくなっちゃってるね、うん、この日ねどんどん日差しが強くなってきててね、うん、暑かったな、うん、ちょっと歩くから夏とかに、夏っていうかこれからの時期行く人はね帽子あった方がいいかもしれないね、遮るもんなんもないし、うんうん、直射に当たりまくりやから、うん、デッキでちょっと休むかぐらいだから、うん、で結構坂道だから、うん、ぜいぜい言いながら登ったもんな、うんうん、そうそうそう、ま、こう見えたらな綺麗かったんやけどな、うん、本当は時期になったらこれが一番綺麗なんだと思う、うん、ただラバンディはまだ咲いていません。そうだね、でも見た時本当あーいい景色って見てたよね、うん、ここ綺麗 な景色やったけどな、うんうん、そうこの花たちもね肉眼はこんな感じなんだけどね、よっちゃんのカメラ越しだと真っ黄色になって、でも黄色に見えるな、見えてね、うん、不思議だからカメラ次第ってのはあるのかもしれないねっていう感じだったね、これ俺が撮ったやつだもんね、そう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 、iPhone か、うん、でよっちゃんは Android さんを、うん、全体的に黄色みがかってるように見えるよな、ね、後ろの緑も、うんうんうん、って感じでした。でラバンディンのところだね、お前ラバンディンやったかこれ、ラバンディンだと思うんだよね、ちょっと色づき始めてるねって言いながら撮ってたね、うん、まあ1週間でどうなるかだね、ほんとそれに1、2週間でこれから雨やからな、うん、日出てこうへんし、うんうん、ちょっとこの動画はねエスパーニャの合間に挟もうと思ってるからね、うん、どうなるかって感じだけどな、うん、現在はこんな感じになっています。んもうこれでラベンダー畑終わりか、終わりやで終わりか、じゃあラバンディを見て終わりです、終わりです。まあまあでも敷地広かったよな、そうだね、最初施設見た時はえこんなこじんまりしてんのとかって思ったけど、うん、なんか2つ建物あるだけやんとかと思ったけど、うん、うん、うん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 、この植えてある面積が結構広いと思ったな、広かったね、うん、あーそっか、古い広場っていうのがあってそこであれだったんだね、
なんだっけ、ここチェーンソーアートのものも力入れてて、途中途中あのクマさんとかさ、いろいろあったじゃん、うんうん、それのものが置かれてたみたい。これはちょっと上の方だったからね、うちら行けなかったんだよね。あ、やっぱここに登山道あるわ。うん、上あるよ。あ、そうだったんだ、うん、なんか登山がどうのこうのって書いてあって途中、うんうん、なんだとは思ってたけど、喫茶店の横になんか総合案内所、それこそのところに、体験教室みたいなできるところがあったんだっけ。実際ね、予約したらね、そういうなんだろう、手作り化粧品を作れたりとか、うん、いろいろできたりしてるみたいだった。で、その摘み取り体験ができる時期はその事務所のところに行って受付してっていう形になる感じじゃないかな、うん、って感じだったね。で、お土産物屋さん、そうそうそう、うん、ちょっとこれだけ写真ね、可愛いからって大ちゃんが撮ったんだよね、きっとね。可愛かった、クマさん可愛かった。うさぎさんじゃないのこれ。うさぎか、うさぎさん、うさぎやん、うん、ラビットって書いてあった。そうそうそう、うちらはね、これかわ、クマさんってこれ、うん、そう、いや、そんなにはうさぎやけどね、うん、これを買わずにね、香り袋とね、あとピローなんとか枕にかけるやつやろ、うん、ピローミストを買ったんだよね。あ、そうそうそう、そうそうそう、まあそれはね、また、このラベンダーパークタカのねホームページを見たら出てると思うんだけど、うんうん、ピローミストがね売り上げ人気ナンバーワンでね。そうやろな、めっちゃいいニュースもんこれ、うんうんうん、ラベンダーの香り今も使ってるんだよね、うん、そう、もうワンプッシュするだけでなんか部屋全部ラベンダーみたいな、ふわーってさあ、抱き枕にちょこっとね、うん、その直接かけたらさ、シミになるからさ、そうそう、空気中でふわーってやって、うん、つかしい、うん、っていう感じでやってるよね、うんうん、あとは香り袋だってのかな、うん、それは今車にくっつけてるね。そう、車についてる大ちゃんの方にくっつけてね。そう、エアコンかけたらだからラベンダーの香りがブワーってくる。それ以外でもね、なんかいろいろジェルとかあったし、うん、あとはアロマのやつが結構あるし、うん、多かったな、うん、ヒノキとかね、ローズマリーのねオイルとかもここ売ってたりとかしてるしね、うん、うん、あとなんだっけ、ハンドクリームとか、あ、そうやな、クレンジングなのかな、うんうん、あれはそういう感じのものもあるし、それ以外に普通に小物類も結構あったよね。あ、なんかハンカチとかラベンダー柄のなんかいろんなの作ってあったな、うん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 、創作系がいっぱいあった。だから結構お土産は豊富だからね、うん、ここでなんか買ったらいいんじゃないかなっていう感じはしたよね。そうやな、うんうん、そう、ラベンダーの匂いが苦手な人もね、そういう感じで、このウサちゃんとかも可愛いしさ、そうそうそう、うんうん、なんか1個ぐらい買ってもいいんじゃないかなっていうお土産物屋さんだったね、はい、うん、でもうちょっとだけ続くんだよね。そうやな、さあ、またこのラベンダーの感想は帰りに、うんうん、でちょっと続いております。こっからね、もう地図は出さなくていい、うん、もうなんか5分ぐらいで5分ぐらいのところで、うん、名前なんだっけ、ワッカじゃなかった、ワッカさんだっけ、ワッカっていうアイス屋さん、うん、おジェラート屋さんがあるからって、そう、 Google マップのところにさ、うん、行きたいリストに入れててさ、うん、すぐ近くやし行けるし行こうっつって、うん、4時までやから急がないやばいわとか言って、でこれは大ちゃんおすすめでね、結構ね、そう精力的にやってくれてたんだよね。絶対これ美味しいとこやろとか言って、うん、駐車場分からへんからさ、うん、これちょっとここ一瞬だけ止めさせてもらってちょっと場所探そうか言って、うん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 、ワッカってなんかつい看板あったからここでいいのかなって一回止めてみるかつって、うん、車他止まってるしとか言って、うん、ワッカあるやんここやんとか言って、うん、ちょっともうこの写真しかないんだけどね、うん、建物の写真とかもなく、そうで、なんかでもなんかやってる雰囲気ないしさ、うん、周りはなんか それに似たようなとこもないし、多分ここなんじゃないとか言って、うん、Google でレビュー見てたらなんかな、もう今日で最後でとかって書いてあって、えみたいな閉店してんのこれと思って、うん、あれないないって言ってこの看板だけ見つけて、あ、ここ輪っかじゃんってなってさ、うん、でもあれ開いてないよってなったんだよね。よくよく見てみたらなんかコメント見る限りではもうなんか閉まってる感があって、ね、これまさかもう閉じてんのかって、
結局7ヶ月ぐらい前に亡くなっちゃってたんだっけ。そう、そんな感じだっけ、うん、めっちゃショックやった。大ちゃんしょんぼりしながらね、アイスと思って、うんうん、最悪やった。まあまあね、そうだったね、うん、でしょんぼりしながら帰ってるね、うん、もうどこにも行けへんし帰るしかないかまあ道の駅はねもう一個あったんだけどね、うん、ここの近くにね、うん、そこはアイスがあるような雰囲気じゃなかったからっていうのもあるけど、もう道の駅の利用時間ももう多分ギリギリアウトぐらいの時間になってたから、そうだそうだ、うん、3時過ぎてたもんね、うんうん、もう行ってもしゃあないやろうってなってやめたり、うんうん、がっかりしすぎてやめましたで最終的に高速に乗ってね、うん、そのまま帰るっていう、うん、でこの錦っていうんだっけこれ、錦、うん、そう錦、錦だね、うん、そう錦屋さん、錦屋さんじゃないよ、錦に立ち寄ってね、そうでここでアイスを買うんだよねそう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 、何だっけ、丹波アイスやったっけ、あれそんな名前だっけ、やったっけ、やったっけちょっとアイスの名前すら分かんない覚えてないわ、何だかな、なんとかアイスっていうね黒豆アイスと、うん、なんか普通のアイスだよな、バニラアイスなんだけどなんか土地の名前がついてる、なんかついてない気がする、錦アイスではなかった、錦アイスではなかったと思う、何だかな、だっけ、すごいなんか水分っぽい感じの牛乳ソフトみたいな感じだったかな、うんうんうん、うん、結構溶けるの早かった感じだったね、早いで、クリーム系とりかはなんか若干氷系みたいな、あそうなんだ、うん、ちょっとあの氷っぽい感じ、うんうん、大ちゃんにね一口いるって聞かれたんだけどね、もう溶けてるから、うん、早く食べてって言って、全然あかんかったよなあかんかったな、でよっちゃんの方は何コロッケだっけ、なんとかコロッケだ、ね、何も覚えてないやん写真撮っとけばよかったな、名前ほんとなんか土地のコロッケなんだよね、うん、で土地のものが入ってるんだよね、もうそれしか分からない、うん、まあ、なんかコロッケ食べました、うん、なんか土地のお肉が入ってるコロッケになります、うんうん、はい、うん、とりあえず自意識に立ち寄ってみてください、うん、それ以外にもね、なんだっけ、夜ご飯で食べたけど写真もないけど、うなぎの海苔巻き食べたりとか、海苔巻きな、あとエビ天も食べたね、うんうん、エビ天美味しいよ、美味しかった、3枚も入ってるし、まあまあお腹膨れる、あれ大きいし、うん、ボリュームあるわ、美味しかった、よっちゃんと大ちゃんで別々に買ってね、うん、よっちゃんの方まだ食べてないからね、うん、これが終わったら食べてみようと思います、うん、おいしいおいしいっていうドタバタをしながらそやな山道を走ってる動画で終わりにしたいと思います、はい、はい、ということでどうでしたか、ラベンダー良かったよ、綺麗かったよ、よかったね、なんかどっちかって言うと一日中いるっていうタイプではないかな、そうやな、摘み取り体験をしたらもっと時間かかりそうだけど、うん、かかると思うけど、うん、半日で終わるような感じはするから、うんうんうん、どっか行く途中とか最初にここ行ってからとかがいいかもしれないね、そうやな、時間は9時から5時まで空いてるみたいだし、うん、もう9時の朝早く行ってもいいしかなっていう感じだったね、あ、うん、ちょっとご飯屋さんがまた時間違うからそこは気をつけなきゃいけないけど、でもラベンダーほんと綺麗だったよね、うん、うん、まあどれがラベンダーか全然分からないんだけどそうだね、なんか地元ではさある程度名所は知ってるけどさ、なかなか関西でっていうのがないからさ、うん、本当だったら滋賀とか京都にもあればよかったんだけどさ、あんまりラベンダー畑ってこの辺ないもんな、うん、なんか知らんけど、そうだから今回兵庫に行かせてもらったんだけど、で、うん、なんか結構その大ちゃんびっくりしてたけどさ、木みたいな感じでさ、うん、植えてあってさ、結構なんて言うんだろう、等間隔というか、うん、なんか一本二本というか、なんか一株二株みたいな、なんかそんな感じだったな、うん、あ、ラベンダーってこういうもんなんだって知れた感じがしたよね、なんか茎というよりもなんか木みたいな感じ木の先っちょからなんか茎がひゅんって伸びてさらにみたいな、うん、でなんか花がポッ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 ってついてみたいな、うん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 、いやー、なかなか普段は見れないものが見れたって感じだね、うん、またネモフィラとか芝桜とは違ったような形になるかなって思った、うん、で、じゃあ今日のお会計いきますか、会計ですか、はい、はい、まずは入場料が今回は300円の掛け2で
600円、最大500円なんかな、一人。うん、最大500円だと思う、うん、であとは、喫茶店で食べたとんかつ定食とパフェとラベンダークリームソーダで2380円で、お土産に買ったラベンダーのピローミストが880円で、匂い袋が400円、で、あとガソリンか。ああ、そうだね、ガソリンが3000、2000円高いな。そう、2回入れたね、今回ね。行きと帰りで3000、2000入れて5000円やから、合計で5260円かな。あと高速代がそこに入ってくるわ、でも高速代ちょっとあの設定ミスってて、あの出てこうへんから分からへん。あ、そうなんだ。うん、多分片道3000ぐらいかな、3000、3000、6000やったら、あ、9000の6000か、1万5000ぐらい。そうだね、2700とかなってたもんね、なんかそんな感じだと、ね、うんうん、まあ大体1万5000円前後かなって感じ。うんうんうん、まあね、でもガソリン代が高かっただけでね、うん、今回は全然お金は使ってないからね、うん、なんかいっぱい食べたってわけでもないし。そうやな、うん、まあなんかまあ形に残るものが買えたからいいかなと思うけど、うん、匂い袋あれなんかふみふみしたらまた匂い戻ってくるんやろ。そう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 、うん、ねえ、そうだから帰りなんかそのラベンダーが良かったのかなんか眠たくなってさ、途中でこれはあかん寝るってなって、うん、そう30分ぐらい寝たもんな。なんかその駐車場しかない場所で寝たもんね。そうそうそう、パーキング行って、うん、タガではまだちょっと違う、ニシキではまだちょっとアイス食べたから行けるって言ってさ、その次で寝たもんね。全然あかんわってなって、これはあかんって、中国道乗ったら泊まるとこなくなってくるからもう先寝ようっつってそうだったね、うん、寝てたわ、うん、でも本当車持ってる人とかだったらね、気軽にひょいって言ってね、うん、うん、綺麗だなって見て帰ってくるのありだなって思った。うん、うん、たまにはやっぱこういうな、お花見て帰るのもな、プレゼント、うん、あ、そうそう、あとまあこの動画を出してる時期にはね終わってるかもしれないんだけどね、6月30日だったらねイベントをやったりとかもするし、うんうんうん、そうそうそう、そういうのでね、時期に合わせて行ってみてもいいんじゃないかなっていう形だったかな。はい、うん、でも本当いいところはね、ラベンダーの咲く時期がそれぞれ違うからね。まあ割と長い期間ラベンダー見れるよねって感じ、うん、うちらの時もね、そのイングリッシュラベンダーだからそこまで人が多いわけじゃなかったから、うんうんうん、うん、人が少なく見れるっていうのも良かったなっていう形だったかな、うんうん、あ、まあ広いしね。まあ広いしか、うん、ゆっくり見れたのが良かったかなって感じ、うん、だったね。ということで、はい、ということで、いいですか、ということで、この動画が良ければチャンネル登録、そして高評価をお願いします。はい、お願いします。今一人減ったので370になりました。ああ、372やって370になりました残念まあね、きっとよっちゃんがね今動画管理をしてるからね、うん、あれなんだ、またねこれが終わったらねエスパーに戻るっていうね、うん、いつまでエスパーに住んでるって話だよ、早く作ってや。もうエスパーニャ覚えてられへんくなるで。エスパーニャの前にもうこれは一瞬出そうと思ってるから。うん、ちょっと相手に挟んどかんとな。ちょっと一応エスパーニャだらけになるから。うん、ぜひぜひ楽しんで動画を見てくれたら嬉しいです。他の動画も。はい、って感じかな。はい。ということで、次回どこに行くかはお楽しみに。それでは、さようなら。楽しかったね。次どこ行こうかな。どこ行こうかな、本当。